遅かったか。いや。ぴったりだぜ、父ちゃん。港、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の春申使いよの。よーし、始めるぞ。 おのちまるがわしを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に、おう、みんな俺たちの知ってるあのほかげたちだってばよ。お、ああ、貴様まで復活したとは嬉しいぞ。 柱は、お前は後、まずは10秒止めろ。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方で。さて、え、これってナルトと同じ？ まさかとは思ったが、港だ。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。この足を上げてもこの意識とはどうだ。おかげたち、行くぞ。忍法、主席に用心。 加えての戦法、用心門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。 さくらか。どういうこと？本当に殺人なの？てめえ、何しに来やがった。なんでサスケ君がここに？いろいろあったが、俺はこの葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。 お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり、里を変える。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはお前に任せる。 任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。おっす。 後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、桜ちゃん、私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？
7本ここに復活だってばよ行くぜさくらちゃんサスケうんおう木遁木分身の術この分身の結界に出入り口を作る忍びたちよ全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ行くぞを相手にここまでは順調に進んでるわね俺たちだけじゃねえ連合のみんなが頑張ってくれてるからな
にでかいやつが出てきたな。このまま本体の場所まで攻め上がる。いけるな。今、私ができることを全力で。行くぞ。
でけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ、燃え尽きろ。